自動で進んじゃうわよ。おはよう。もう朝だぞ、ユウ。はいよー、ユウマ。今日遊ぶ約束したじゃん。だから起こしに来てあげたの。昨日の夜に朝迎えに行くって送ったでしょ。私のメッセージ既読になってたじゃん。裏返しといてあげた。掃除もしてあげよっか。ベッドの下とかさ。ほらほら、起きろ起きろ。リリリー、ユー、おとなしく起きるか。私のことはお気になさらず。トラモリガード展開。あ、ごめん、壊れちゃってないよね。
そんな風に思ってたんだ。え？あ、もともとちょっとからかうだけ。やっぱダメ。黙っててほしいなら、あたしの言うことを聞け。何でも聞け。とりあえず、ゆう、毎日ここで寝てるのか。知ってるし、あんた汗かいてても平気で私のそばに来るし。そんな顔すんなよ。私全然嫌じゃねえし。ううん、むしろ好きかも、ユウの匂い。あ、そうだ、早速一個言うこと聞いてもらっちゃおっかな。あのさ、直接嗅いでみてもいい？いいじゃん別に。今までだってこうやってふざけ合ったりしただろ。何でも聞いてもらわなきゃ、秘密ばらしちゃうぞ。こうするとさ、秘密な遊びみたいでドキドキしない？そうそう、おとなしくしてればいいの。ユウ、動いちゃダメ。秘密バラしてもいいの？何？やばいかな。じゃあどこまでならいいの？私たち結構付き合い長いじゃん。手握ったこともあるし、腕組んだり肩抱いて歩いたりしたこともあったじゃん。どこからが範疇外なのかって聞いてんの。
違う、急すぎて驚いただけ。焦んなよ、慣れてないの丸わかり。ドキドキしてる。あ、今ゴクンって喉鳴った。エッチなこと考えてんだ。無理すんなよ。ほら、もっとくっついていいから。ユウも、ほら、もっとギュッとしてみ。だから、まだ、何度も言わせんなよ。まだだって言ってんの。なんで優が安心するの？私と優が今思ってること そうかな。でも私はしてみたい。優となら私いいかなって思う。やっぱり嫌？本気で嫌なら私のこと突き飛ばせばいいじゃん。じゃあしちゃうよ。言ってまつげ長いんだ。初めて知った。女の子みたい。なんか、かわいい。ユウ。若葉さん、お兄ちゃんってまだ起きないの？せっかく作ったお味噌汁冷めちゃう。って。え？違うの、これはね、その…組体操。そうなの？そうなんだ。私びっくりしちゃった。てっきりお兄ちゃんと若葉さんがいけないことをしているのかなって。ちゃんのおませさん。
よう、ののちゃん。おはようございます。おはよう、ゆう。さあ、行こう。今日も元気に出発。と言われても。お嬢様、どうかなさいましたか？え、なんでもない。あれ、ユウ顔赤いぞ。調子悪いのか？あ、当たり前じゃん。私が元気ないわけないし。おう、そうか。お嬢様と何をしてる？まあ、ののちゃん。はい、何ですか？ユウと若葉、なんか変じゃない？あいつらなんかあったの？いえ、別にないですけど、昨日朝に組体操してたくらいで。は？あ、花咲、オッス。若葉もおはよう。マコおはよう。お嬢様、今朝は仕分け委員会の会合があります。うへぇ、そうだった。あー、面倒だな。昼休みに来てってこと。仕事手伝って。嫌そうな顔すんな。秘密ばらす。必ず一人で来いよ。じゃ、また後でな。一緒にお昼。あって、あれ、若葉はどこ行ったのかな。カンナ、若葉はどこ行ったか知らない？おかしいですね。さっきまで教室にいたのですが。仕事探すから。
ションアップしたせいかな。本当はあんま良くないけど、ユウは内容ばらしたりしないからいいかなって。私に秘密を握られてるんだから妙なことはしないはずじゃん。ほらほら、喋ってないでどんどんチェックする。え、保存、とりあえず保存。せっかく作業したのに全部吹っ飛んじゃう。あ、諦めるのはまだ早いってば。ちょっと貸して。本当だ、全然動かない。やだ。ユウ、そんなに嫌がんなくてもいいじゃん。私、考えるの苦手だからさ。したいなって思ったからしちゃった。あ、もう時間だ。教室戻らなきゃ。先に教室戻ってて、私も片付けたらすぐに戻るから。いつも通り大丈夫、バッチリ元通りに。
から2年生だ。お嬢様、そんなに走ったら危ないです。もっとゆっくり歩いた方が。平気平気、楽しく陽気な若葉ちゃんなんだから。どうして難しかった。受けを狙いすぎたのかな。空森のお嬢様のままか。なんでそうなっちゃうかな。やっぱ原因はそこなんだよね。若葉じゃなくて空森さんって呼ぶし、よそよそしいんだよね。